えー、恥ずかしい気持ちもゼロじゃないはですね、えー、皆様からの恥ずかしい気持ちもゼロじゃないエピソードを大募集しますというわけでですね、皆様からのですね、エピソードを大募集して、えー、僕が YouTube で取り上げて、えー、そのいじっていきたいなというふうに思いますのでね、だからもう少しそういうふうに視聴者参加型の YouTube の動画なんかもね、いくつか撮れたらいいななんていうふうに思っておりますので、 さて、みんなからのハガキは、どれだけ届いてるかなえ、リスナーの皆さんからの恥ずかしい話、ということでですね。えー、高山博士でございます。もう、あの、三脚もあり、もうなくしました。部屋が汚すぎて。え、ね、もうなんか前回、あの、収録して以来だと思いますけども、ちょっとどっか行っちゃったんでね、もう本当に、あの、今、スマホを立てかけて、 下からのアングルで撮ってますけどもね、ちょっとやっていきたいと思います。えっ、ー、と、あの、以前ですね、えー、リスナーの皆様からのお便りを募集しますということで、えー、恥ずかしいエピソード大募集というのをですね、まあ、やったところ、えー、熱心な、熱心なリスナーの方からですね、えー、投稿が来ておりますので、まずですね、お題をちょっと確認したいと思います。えリスナーのあなたからのお、他人の前では恥ずかしくて、大っぴらにできない自己主張とかですね、 ネタに消化させたい恥ずかしい話、えー。たまに脳裏をよぎってベッドでうずくまるエピソードを大募集します。ということで、まあいただいた回答はですね、この YouTube で、えー、僕がネタにしたいなというふうに思ってですね、取り上げたところですね、やっぱり熱心なリストの方から、えー、早速投稿がありましたので読み,読み上げていきましょう。ね、えー、っと、ラジオネーム、えー、青紫式部さん、20代性別無回答さんからのですね、 投稿です私には子供の頃から続くライフワークがあります。それは自販機の下を覗くこと、えー。そこに広がる景色はジメッとした土かコンクリートの世界。当然お金なんかそう落ちてませんし、あったとしても10円100円。社会人となった今では大した額ではありません。しかし小さな頃のあの日、初めてお金を見つけた時の高揚感、そして何よりこの年でこんなことをしているのを見られたらどうしよう。 そんな背徳感が私を捉えて離さないのです。こんなこと人にはなかなか言えませんが、きっとこれからも私は自販機の下を覗き続けるのでしょうということですね。まあまあ、あのー、自販機のね、こう下を、なん、なんかお釣りを漁ってみたいとかね、下を覗いてみたいっていう,こう背徳感がですね、えー、なんか周りをこう気にしながらね、そんなに、そうですね、そんなにリターンないのよね。あ,あっても10円、100円、500円なんか滅ったにないし、ましてや1000円、1万円なんてね、あるわけないんだけど、やっぱり、 あの子を誰かに見られたら終わっちゃう、人生終わっちゃうぐらいの背徳感の中で見つけるこうワンコインっていうのはですね、あのー、たまらなくこう、なんだろう少年心っていうかね、あのー、心を刺激するっていう、なんかそういうエピソードだと思いますけど、あの、僕はね、小学校ぐらいの時にね、あんまりその、周りの友達とかの誘いを断れないタイプでね、<laughs> あのおいお前どこどこ集合で公園で遊ぶぞなんて言われると、あ,あ、家で一人で過ごしたいのにななんて思いながらですね、まあ、あの、長まわずにされるのが嫌だから、こう、しぶしぶついてって言っては、なんか、 あの、パシンに使われたり、そういう少年でしたけれどもですね。まあ、そんな時にね、あのー、こう、なんか自販機のね、お釣りをこう、あさってで楽しんでる二人組がいたわけですよ。なんか男の子二人組が、なんか。でね、あの、お釣りを、なんか入ってたんでしょうね。たまたま、こう、おが見てた時に、お釣りをガチャガチャあさったらお釣りが入ってて、お釣りがあった万歳万歳ってこう、二人で万歳して喜んでるのですね。 なんか、バカなことやってる、あいつらって言って、はっはってこう、笑ってる、変ありましたけど、なんか、ああいう、あのー、どこにも縛られない、なんか、少年心の楽しみ方って、すごい自由で、羨ましいなー僕、あんな風になりまな,なりたいなーと思ったら、こういう風になってましたはい。えー、ということでですね、青村咲式部さん、20代からの、ま、投稿ですけれど、えーと、今回、まあ、いただいたのですね、まあ、こちら、一通、ということでですね、 えと、<laughs> あの、一応、えっ、ー、と、これ、いつだ ?2 回ぐらい前の収録の時に、あの、撮ったんですよ。なんかその協力してもらってで、動画撮ってね、あの、大募集します、なんて言って、えで,で、なんだろう、もう、1月28日、1月28日に募集して、 えー、何二週間、三週間、二週間ちょっと経ってますけれどもですね。まあこれ、い通つということで、残念ながら動画をですね、見てくれた人も、ツイッターでこれを見てくれた人も、えー、はがき職にやってってお願いした僕の友達も、ね、残念ながら、こういう、<laughs> こういう、このざまということですね。本当ですよ。だから意外と難しいらしいね。やっぱりその、そのあれだな。私とバイトで大学生に授業した日,日の、 後に作ったから、ちょっとその、課題っぽくなってたから、なんか現代文の問題考えてる時みたいに難しいって。意外とないのかねみんな恥ずかしい話。たまに脳裏をよぎってベッドでうずくまるエピソードとか。な,ないですかバレンタインね。あの、年下の女の子に告白されて、やったやったなんですよ。喜んで。で、ちょっとこう、年上のお兄さんの余裕を見せようとして、ホワイトデーに、あの、なかなか普段一緒に会えないから、交換日記しましょうって言ってね。なんかあの、自由に。 あの、表紙はデコって構いませんとかって言って、あの、キャンパスノートの可愛いノートとホワイトデーの、なんかあのー、あの、お会社のプレゼントで一緒にあげたら、そんな昭和みたいな発想の人と付き合いませんって言って振られましたとかさ。何ですかあの、小学校のリレーで、えー、あの、一緒に走ろうって言って、うん、わかったって言ってこう、一緒に走ってね、で、当然一緒に走ってくれるわけもなく、相手がこう、抜かしてって、 その、その一戦がきっかけで僕たちの組が負けちゃって、あの、学校中から、あの、先般扱いされたとか、ないですかありませんかねそういうエピソード。あのー、ね、五反田のハブに初めて行った時にね、ちょっとたまの子、気持ち大きくなってナンパでもしてみようと思って、でも、なんかその、自信満々な感じのことはできないから、入り口で飲んでる女の子二人に、あの、ちょっと今日、あの、地方から来て、 観光中なんですけど、一緒にお話しませんかって言って、今ちょっと女子トーク中なんで、って言って断られた話とか、全部俺の話じゃないかってね。その大して強いエピソードもないですけど、まあ、こんな感じで意外とですね、そんなにこう、強烈に脳裏をこう、引っ掻くようなエピソードって、なかなかもう思いつかないと思いますけれども、なんか一人で抱え込むにはちょっとし、なんかもう嫌だなっていう、う皆さんからんですね、コミュニケーションしたいわけですよ、僕はもう、スーダンのこう、視聴者とね、えー、あんまりこう、 その、たまにコメントくれる人って、そんなに別に嬉しいコメントばっかく,くれるわけないですからね。ね、お前の人生ペラペラ、ペラペラだなとかってすごいコメント書かれるし、たまに。やってらないですよ。ね。やってらないですよと言いつつ、まあ、普段僕らラジオ番組でも滅多にこう、あのー、お便り読んだりとか、あーメール読んだりとかしま,しませんけども、なんかちょっとこうね、なんかこう、あのー、普段どういう人が見てくれてるのかって思いながらコミュニケーション取りながら、ね、ですね。 え、やっていきたいと思います。うちでやっぱりラジオっぽいこともこうチャレンジしていこうという2024年にしていきたいと思いますので、引き続きこのお題ね、概要欄にも貼っておきますので、ぜひね、えー、皆様からの投稿をよろし、えー、お待ちしております。はい。というわけで、えー、高山ひろしでした。